はい、ワトツいらっしゃい。はい、ワトツ。人権侵害ですか。あ、本当に。あ、よかったよかった。お役に立つて光栄です。お疲れ。おもつサンドをプラプラ歩こうかなと思って、今おもつサンドを着きました。 NG コメントです。どこら辺なんだろうな、おもつサンドとか歩かねえから全然わかんねえな。今どこに、どこなのかもわかんないね。行動からヒルズにカメラ向けると面白い。警備員が突っ込んでくる。あ、そうなんだ。ヒルズ、まああれだもんな、金持ちの街だからな、セキュリティがしっかりしてんでしょ。どこら辺歩こうかな。エミ、マジ？エミって何？え？マジで？目と鼻整形したの？すげえな。エミさんもともと美人なのにね。すげえな。闇東京に来てワードのとこ、あ、NG です。すいません。マネージャー通してください。エミの顔やばかった。嘘、何それ、ニコ生で見れんの？エミさんの顔。エミさんどこで放送やってんの？これタイムシフト見てみたいんだけど。警備員が著作権、肖像権、なんだろうねそれは。外配信、そうだね、久々だね、結構久々だね。いや、闇将軍は会う約束してないんで。今東京いんの闇将軍。写真しかないんだ。ツイッターとかで検索したら出てくるのかな。ありがとう、教えてくれて。後で検索してみるよ。あ、そうなんだ。オッケー。のりゆきさんの画像で見てみるよ。超可愛くなってた。バドのタイプ。ていうか、エミさんって整形するようなタイプだと思わなかったんだけど。ちょっと裏路地入ってみない？おもつ参道の裏路地とか入ってみない？どう？うん。こっち側とか行ってみようよ。ちょっと探索してみようぜ。リアドツするって。初見さんいらっしゃい。裏路地楽しいよね。隠れ家的なさ、お店とかもいっぱいあるし、東京は。ねえ、闇将軍は東京にいるの？
嘘、ヘミさんそんな変わってたんだ。マジか。俺絶対整形しないと思ってたわ。ちょっとショックだわ。何のために外配信してんの？俺の楽しみだね。俺の趣味だね。あ、画像見てえな。あのね、カメラがね、レンズが割れてるからですね。もやかかってんの。すげえおしゃれなんだけど、店。やべえな。すげえおしゃれなんだけど。やば。裏路地でこのおしゃれってやばくね。裏表参道やばいんだけど。浜田ブリトニーみたい。失敗じゃんそれ。超高い、買えないでしょ服なんて。服なんて買えませんよ。お前におしゃれかどうかの価値観はないだろ。アイプチなら外せるけどガチ整形ならやばい。もともと美人だったのになんで整形したんだろう。ネタ作りたかったのかな。偽物だったんじゃないのそれ。エミさんの偽物とか。南青山か、この辺青山か。いいな、男みたいな顔。TMT、TMT、OK、来てる。タバコ吸えるところないのかな、表参道って。ねえ、もったいないよね。エミさん普通に可愛かったのに。俺多分ニコ生で今まで会った中で一番顔整ってたのはエミさんだね。普通に美人だったよ。普通に美人だった。もったいねえよな。いや、まだ見てない。俺だって会ってるじゃん。2回、2、3回会ってるよ、エミさんと。3回会ってます。今日のファッションチェックこんな感じ、こんな感じ。あと絶対惚れるね。いや普通に、だって前から言ってんじゃん、俺エミさんタイプだって。ブルテリアに似てるか、街の人に聞こう。いやいやいや、絶対似てるって言うでしょ。どうすっかな。いや、カバン買いに行くんだけど、カバン屋の場所が分かんないんだよね。携帯でさ、今放送やってるからさ、放送つけちゃうと分かんないんだよね。あのカバン買う今日。
買うっていうか制作を発注する感じだけど、発注する感じだね。どこ行けばいいんだろう。ここの交差点が表参道か。店の名前はヘルツっていうお店だね。渋谷ヘルツで本店が出てくると思う。ヘルツで今表参道の交差点にいる感じ。いやハイカラハイカラ。表参道なんか初めて来たんじゃないの。あ、一回来たことあるか。ヘルツだね。ハス向かいに交番はあるね。ハス向かいに交番あるよ。あそこに交番がある。今交差点にいる感じですね。いや俺闇将軍とアポイント取ってないから合わないよ。ケンタッキーまで行く。ケンタッキーどこだ。ケンタッキーどこだろう。どこにあるケンタッキー。ケンタッキー、あ、向こうだ。ケンタッキーあった。あのね、ここ表参道です。ケンタッキー向こうにあったわ。じゃあとりあえずケンタッキー向かうよ。もう暗いね。東京はね、日が沈むの早いんだよ。ケンタッキー向かいに見えてるよ。ケンタッキーの前まで行った方がいいのかな。ケンタッキーからまっすぐ進んでブレンズコーヒー、オッケー、ありがとうね。ブレンズコーヒー、じゃあこのまま直進しますね。ブレンズコーヒーね、向こう側に行けばいいのね。オッケー。向こうに交差点あるからちょっと様子見ながら行くわ。ブレンズコーヒー。クリスマスの時綺麗だよね、この辺はね。最高だよね。YouTube でケンタッキーの工場みたいなニワトリがむどすぎて食えなくなった。あー、口に突っ込むやつね。ブレンズコーヒーどこだ。ブレンズコーヒー、ブレンズコーヒー、ちょっと見当たんないな、ブレンズコーヒー。いや今仕事帰りなんだけど、仕事帰りです僕。とりあえず向こう側渡ろうか。うん、渡る。PC じゃない、携帯配信だよこれ。スマホ、スマホ。7万ぐらいしか稼いでないから全然だけどね。いや嘘じゃない、結構最近のリスナーさんは結構知ってるよ。3ヶ月ぐらい前から働き始めた。
次の横断歩道角にブレンズコーヒーある、ありがとう。まあ、前よりマシになったぐらいじゃないの。うん、生活保護もらってる。だから、7万返金する感じだね、国に。半分自分で働いて国に返して、半分もらって国に保護されてる状態、今。ああ、前より少しマシになったぐらいで。迷惑かけてんのは迷惑かけてるよ。早く抜けてえな。もうちょい稼がないとダメだって。7万でも労働してるだけ、いや立派っつうかね。まあ本当はね15万ぐらい稼ぎたいけど。いただきました。はい、何これ、何これ変わってはないんじゃないかな。とにかくまあ今の実力で配信で食っていくなんて空事だっていうのはよく分かったよ現実は。まあバイトでもしながら、あの配信大事ならね、ちゃんと働いてリスナーさんに誠意見せていかないと伝わんねえでしょ。3年やってダメだったんだから。ブレンズコーヒーだっけ？そこ右？ここ右？あったあった、ブレンズコーヒーあったわ。ここだ。ありがとう。20万稼げたら、まあ、そうだね。普通に、俺全然満足だね。まあ、おしゃれだな、この辺。おしゃれだわ。いいな。成田の田舎者はドキドキしちゃうよね。おしゃれじゃない？俺こんなところで買い物なんか一回しかしたことねえよ。うん。金持ちばかりだよ、この辺は。マイセンの近く？え、わかんない、マイセンがどこか。マイセンがどこかわかんないね。ずっと進んだら野田歯科医院がある、ありがとう。何ここ、かっこいいパンク系かな、すげえかっこいい店があるね。いい匂いするこの店。劣等感に苛まれる、わかるわ。超勝ち組エリアだよね。服なんかだって10万ぐらいするでしょ。ベーズリガラのビル、ベーズリガラって言うんだ、分かるんだみんな。ニコ生にもおしゃれな人いるんだな。ちょっとタバコ一服したいよね。どこだっつったっけ、どこだ、野田歯科医院、野田歯科医院カフェ。おー、かっこいい、なにこれ、木のお店、木のカフェ、着物とかも売ってんだね、すごいな。まださっき、俺みたいな田舎者が通るところじゃねえな。はい、わこつ。ラグあるかどうか確認するから、カウントダウンしたら手挙げてください。5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3。3秒かよ。やば。ラグ3秒だって。ニコ生のこのアプリ結構優秀なんだけど。これ携帯アプリから配信してんだよ。3秒だったわ、ラグ。え、なにここ超面白い。ニューヨーク。ギャラリーだって、すげえ。すげえの。
なんかおしゃれなお店いっぱいあるんだけど。野田市か。携帯灰皿持ってるからタバコ吸おうかな。携帯灰皿持ってるからここの敷地でタバコ一服します。よいしょ。闇なんか合わないよ俺。うん、アンディ・ウォーホール。ブッテロ東京って店が左側にある。ヌアンセってお店があるね。ヌアンセって美容室かな。こんばんは。俺約束してないから会わないよ。会わないよ俺。今閲覧何人になってる？ポータルの閲覧41人なんだけど、そんな少ないの？次左に曲がれる。 OK。 閲覧今何人になってる？41って少なすぎるよね。結構多いね今日。188。結構多いね。ありがとうみんな。それは表示されないんだね。コメント数も止まってる。もちろん真っ黒ですよ。ほら真っ黒スニーカーだけど、ジーパンは黒、 T シャツ、まあジャケット灰色だけど真っ黒黒すけどね。なんで闇将軍俺と絡もうとしてんの？すげえ嫌なんだけど。スニーカーナイキだね。うん、ナイキ。ナイキです。うん。あのカバン購入しに行くの今から。買うっていうよりも、あれだけどね。なんつうか、生産する感じだけど。やっぱ赤にする。なんかキャメルとか黒とかだと在庫があるって言ってたけど、あの赤は生産、全部生産だって。だから一から手作りだって言われた。闇処分地元にいんの？じゃあ来れないじゃん。デマ情報じゃないの？闇処分新宿にいんの？東京いんだ。ツイキャス？ニコ生やってないでしょ？キャスでしょ？じゃあ俺闇将軍から逃げるからこの放送切るわ。ありがとう、案内してくれた人。闇将軍うぜえからこの放送切ってエスケープするわ俺。これラスト枠にします。会いたくねえから。なんかアンチ引き連れそうですげえ嫌だもん。だって闇将軍向かってるって情報来てるよ。デマ？いや一応チェックするわ。一応チェックして配信してるかどうか確認してから枠開くわ。デマ？わかんねえじゃん。一応確認する。この前スネークされて写真も撮られてるから嫌だから。やっぱ
じゃあ皆さんお疲れ様でした。また闇将軍やってなかったら枠開きます。お疲れ様です。うん、お疲れ様。お疲れ。とりあえずパーキング曲がったら左に曲がるんだよね。曲がって曲がり角を進んで左に曲がったら着く。オッケー、ありがとう。ありがとう。